使用する卵は 180g、 卵 L サイズ3個と3分の1個分です。ここにグラニュー糖 80g を加えます。2秒ぐらいつけられたら50度です。はい、はい、では50度のお湯で湯煎にしながらハンドミキサーで攪拌いたします。はい、今低速です。はい、たまに温度を測りまして、でこれで40度ぐらいになるまで、そうですね、はい、こう混ぜながらですね、はい、温度を上げていきます。もうほぼ40度、そうですね、はい、混ぜるのを一回めまして、はい、今度は高速1、2、3、はい、あ、全然まだだ、これは全然ダメです。まだまだ、まだまだですか、はい、あんこ抹茶ロールケーキの今生地を作っております。はい、おーおーおー、非常にまあ大事な工程ですね。はい、さあ6分経ちました、はい、どうですか、こう8の字を書きまして、ほうほう、消えなかったらいいんですよ。あ、ちょっとわかるかな、これ。わかるわかる、はい、消えてないんじゃないですか。消えてないですね、うん、大きな泡あるでしょ。ありますね。この泡を消すために、はい、今度は低速にしまして、はい、もっとキメを細かくします。お願いします。はい、低速混ぜ始めてから4分、はい、経過です。はい、もうこれで炒めます。はい、はい、もったいないから事前に粉ふるいに3回かけておいた薄力粉 60g とこれ抹茶 10g ですね、はいはい、こちらをさらにこう粉ふるいにかけながら生地の元に入れていきます、はい、粉が沈まないうちにですね、はい、このボンベラで混ぜます、はいはい、粉をですね生地の中にこう入れ込むようにして混ぜてください。はい、はい、数えてますね。10、23、24、25、はい、はい、25回で、あ、これでいいですか、はい、湯煎に溶かしておいたバター、はい、食塩不使用 10g と牛乳大さじ2杯ですね、はい、30g、はい、これですねちょっと一すくいだけしまして、はい、あらかじめこうして入れて、なるほど、混ぜておきます。これ面白いですね、はい、はい、でこれをですね、はい、こちらへ、はい、こう入れながら、なるほど、戻すわけですね。戻します。はい。なるほど。長く持って、はい、はい、同じ型にこう、あ、なるほど、ボールを回しながらね、はい、回しながら、ボールを回しながら生地を混ぜ合わせる。9、10、10、66、67、68、69、70回でちょっと様子を見ますね。はい、トロ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 、こんな感じでいいですね。なるほど、はい、で広がりますでしょ。トロトロトロと刺した後、はい、その下に落ちたものが、はい、こうっとこう広がると。おー、なるほど、このぐらいで結構です。終わりました、はい、これ事前にクッキングシートをご覧のように四隅をですねホッチキスで止めております。はい、このホッチキス止めるのも結構大事ですね。これそうですね、落ち着くためにね、はい、ではこちらに混ぜたての生地ですね、はい、このスピード勝負なんで皆さん、はい、入れていきます、はい、あ、ちなみに今ね、あのオーブンを200度に予熱してます、はい、こう滑らすようにして、はい、シューッとこうやって、なるほど、生地をこう平らにするんですね、はい、そうですね、スーッとなるほどやりまして、はい、四隅に生地が行き渡るように、少々ですね、ここデコボコしてたっていいんですけども、はいはい、できるだけ真ん中はですね、うん、薄くした方が真ん中一番焼けにくいので、はい、あのちょっとできたらこう周りへ寄せる方がいいと思います。わかりました。ただこれあんまりね回数やると生地が傷んで、はい、膨れにくくなるそうですので、わかりました、はい、もうこのくらいでいいですね、はい、そこをこうポンポンと空気を抜くようにして、おお、はい、やってください。これで終わります。200度に予熱したオーブンで焼きます。はい、はいはいはい、で、温度一つ下げまして、はい、焼きます。さあ、6分経過しました。はい、まあ、これあのご家庭の
オーブンでいろいろあるんですけど、まあ、うちはですねこう2段に分かれてますんで、こんな感じ、はい、あ、いいですね。じゃこちらを入れ替えて、はい、全部入れ替えて、そして上段ですね、下段から上段に移動させて、はい、そして再び焼きます。はい、焼けました。おー、美味しそう。肩から外します。はい、はい、はい、周りだけですね、はい、剥がしておいてください。そこの部分は残しておいて、はい、周りだけ剥がすことですね、はい、粗熱が取れるまでしばらく置いておきます。はい、これぐらい膨れましたけれども、あの粉を入れてから例えば、はい、もっと短くですね、最初はあの、20回、ま、あの20回かき回してから、はい、混ぜてから、はい、その次に、70回かけましたよね、はい、それをですね70回ではなくて、はい、20回ぐらいに抑えると、はい、これがもっと確かに膨れるんですよ。なるほど。ただしキメが粗くなります。なるほど、まあ、それはお好みでってことですね。縦長に巻いていきますけれども、はい、どちらかですね、はい、両辺のどちらかをスライスします。斜めに、はい、スライスですね。はい、これね、はい。ではこちらですね、はい。で、生地を完全に冷ますんですけど、このままだと乾燥してしまうので、はい、先ほど使った焼き型をですね、はい、上からかぶせておいてください。もう一枚クッキングシートを用意して、はい、それで反対向きにします。はい。はい、生地が乾燥しないようにするために、なるほど、まあ、腰かぶしておいてください。はい、脂肪分 35% の生クリームを 100ml、はい、氷水につけたボウルですね、入れまして、グラニュー糖 7g、はい、ボウルに入れてハンドミキサーで攪拌いたします。だいぶ固まってきましたね。そうですね、あまりねこれやるすぎてバターになってしまうので、だから気をつけてください。あとあのこの氷水、皆さん大事ですよ、氷水ね。はい、これでいいです。はい、普通の泡立て器で仕上げに混ぜ合わせます。だいぶ固くなってきました。はい、これぐらい、はい、これぐらいでいいです。はい、ホイップクリーム完成です。粒あんとホイップクリームを生地に塗ります。はい、ホイップクリームを大雑把に生地の上に乗せていきます。真ん中からですね、周りに向かってこう広げていきます。気をつけるのはこっちの巻き終わりを、はい、薄めに塗った方がいいですね。はい、でこっちは残りは分厚くで、はい、今度はですね、こちら 100g の粒あんね、はい、これ 50g ずつにこう分けておりますので、はいはい、手前からですね 2cm ぐらい向こうのところに、はい、ちゃんと長さも合わせるわけですね。はい、では巻きます。はい、こう持ってあの、はい、ちょっとこう立ち上げまして、はい、はい、これでぐーっと、おー、なるほど、できてる、こんな感じですね。で、巻き終わりを下に向けて、はいはい、形を整えます。乾燥してるとですね、はい、生地が割れてしまうんですよね。そうなんですよね。だからできるだけですね、はい、まあ、今回のロールケーキは乾燥しないように作るのがコツですね。はい、でクッキングペーパーをですね、はい、周りに巻いたまま、はい、冷蔵庫で保存します。さあ、もう冷蔵庫で冷えましたか。はい、では端を切ります。はい、おお、いい感じ。おお、綺麗にできましたね。はい、このようなハート型の型紙を作りました。はい、適量振りかけます。茶こしでさささっと、まあ、これ冷蔵庫に入れる前に振りかけてもいいみたいなんですけど、はい、まあ、今回はですね、一回冷蔵庫で冷やしてから粉糖をかけます。これにてあんこ抹茶ロールケーキの完成でございます。お相手はやっちゃんと私、ばんばてっぺいでした。さよなら。